雲があったっけな。1995年4月29日、姫路独協大学対大阪商業大学、2時キックオフ。姫路独協大学のキックオフ。キッカーは14番。の攻撃、自陣34ヤードよりファーストダウン10。トライフォーポイント。キッカー28番。大阪商業大学のキックオフ、キッカー28番。の攻撃、自陣33ヤードよりファーストダウン10です。交代して大阪商業大学の攻撃、敵陣33ヤードよりファーストダウン10。パス失敗です。セカンドダウン10。商業大学の攻撃、敵陣20ヤードよりファーストダウン10。パス成功。
攻です。セカンドダウン残り4ヤード。キャリア46番、大阪商業大学の攻撃。敵陣10ヤード付近よりファーストダウン10です。キャリア43番です。セカンドダウン残り7ヤード。パス、成功です。サードダウン、セカンドダウン、ゴール前残り1ヤードです。タッチダウンです。トライ4ポイント。成功です。姫路獨協大学0点、大阪商業大学14点です。外側、大阪商業大学のキックオフ、キッカー28番、ギターの6番、ギターの14番でした。姫路獨協大学の攻撃、自陣35ヤードよりファーストダウン10。セカンドダウン10。パス。失敗です。シックにせんでええから。サードダウン10。パス多いからね、言うたら。その辺はちょっとね。フォースダウン、残り5。フォースダウン残り5、カウントフォーメーション、カウンター14、大阪商業大学の攻撃、自陣26ヤードよりファーストダウン10。パス失敗です。セカンドダウン10。成功です。サードダウン残り7ヤード。パス失敗です。フォースダウン残り6ヤード、カウントフォーメーション、Yeah.
大学の攻撃、自陣25ヤード付近よりパス、パス成功です。ターゲット6番姫路独協大学の攻撃、敵陣38ヤードよりファーストダウン10です。反則発生です。姫路独協大学にエンクローチメントの反則がありまして5ヤード罰退して、ファーストダウン残り15ヤードです。キャリア14番、セカンドダウン残り13ヤードです。パス、ターゲット6番成功です。姫路独協大学の攻撃、ゴール前残り9ヤードよりファーストダウン10です。キャリア14番、セカンドダウン残り12ヤード、セカンドダウン残り12ヤード。短いのやねんから、もっと声出せよ。両方の、特に。全然ないから。反則発生です。姫路独協大学にエンクローチメントの反則がありまして、5ヤード抜退して、セカンドダウン残り17ヤードです。パス、ターゲット24番失敗です。サードダウン残り17ヤード、パス失敗です。ファーストダウン残り17ヤード、10番、大阪商業大学の攻撃、自陣10ヤードよりファーストダウン10、セカンドダウン残り12ヤード、ローククォーター終了です。サードダウン10です。結構続いてるよ、抜かれてるんだから。ただいまより第2クォーターの開始です。北が1個目取ったやつやな、あれはなんか通りよかったからな。ほとんどマッチやな。ハンブル発生、フォースダウン残り11ヤード、パントフォーメーション、パンター28番です。姫路独協大学の攻撃、敵陣40ヤードよりファーストダウン10です。パス失敗です。セカンドダウン10です。
いけるわ、あれ絶対いける。外外へ広がりあるパス、こらすと絶対いける。そう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 ターゲット6番失敗です。セカンドダウン10です。ターゲット24番成功です。セカンドダウンショート、反則発生です。姫路独協大学にエンクローチメントとのエンクローチメントの反則がありまして、5ヤード抜退してセカンドダウン残り7ヤードです。というかだから今やったら竜兵の方にえらい広がってんの、だからちょっと外振って長い入ったら出るで絶対。これは9番です。姫路独協大学の攻撃、ゴール前残り4ヤードよりファーストダウン10です。パス失敗です。セカンドダウン、ゴール前残り4ヤード。パス、失敗です。サードダウン、残り4ヤード、ゴール前残り4ヤード。タッチダウンです。トライフォーポイント、キッカー14番。バズバズいけるやろ、あんなあんねんな、これ今外振っとるやろ、だからあの次、まあ、適当に任せるけど失敗です。姫路独協大学6点、大阪商業大学14点です。外の時にミリ独協大学のキックオフ、キッカー14番。リターナー1番、大阪商業大学の攻撃、自陣38ヤード付近よりファーストダウン10です。キャリア1番、セカンドダウン残り3ヤード。商業大学15ヤード進んで敵陣48ヤードよりファーストダウン10です。セカンドダウン残り15ヤード。
ゲート45番成功です。サードダウン残り11ヤード大阪商業大学のハンドルによる攻守交代です。姫路独創大学の攻撃、自陣48ヤードよりファーストダウン10です。パス83番成功です。タックル、しっかり後ろや、手でいくな、手で当たりに行かせる、足でいく、姫路独創大学の攻撃、敵陣38ヤードよりファーストダウン10です。セカンドダウン残り20ヤード今から上がる、もうものだいぶ見せるブリッジ入るんだよ、サードダウン、ロング分かれ、成功です。ターゲット6番姫路独創大学の攻撃、敵陣25ヤードよりファーストダウン10です。キャリア9番タッチダウンです。トライ4ポイント来た。キッカー14番、失敗です。姫路独創大学12点、大阪商業大学14点です。大阪商業大学自陣33ヤードよりファーストダウンが行われ、フレッシュを取りまして大阪商業大学ハーフラインよりファーストダウン10です。大阪商業大学敵陣大阪商業大学の攻撃、敵陣36ヤードよりファーストダウン10。キャリア1番前半終了まであと残り2分です。セカンドダウン10です。サードダウン残り11ヤード フォースダウン残り11ヤード大学の攻撃、自陣38ヤード、7ヤードよりファーストダウン10です。最後な、
ターゲット24番、失敗です。ストロングサイドは残しておいて。セカンドダウン10です。トライ4ポイント。失礼しました。多分コーナー多分満足タッチダウンではなくゴール前残り1ヤードよりファーストダウン10です。キャリア9番タッチダウンです。両コーナー満足でセーフティーだけツーリーとなって、うん、で後ろがトライ4ポイントキッカー14番セーフティースタルです。姫路独協大学18点、大阪商業大学14点です。前半終了まで残り45秒です。姫路独協大学のキックオフ、キッカー14番、商業大学の攻撃、自陣24ヤード付近よりファーストダウン10です。大丈夫、バッチリパス失敗です。セカンドダウン10です。試合終了、前半終了です。ただいまより後半開始です。大阪商業大学のキックオフ、キッカー28番。リターナー24番。タッチダウンです。トライ4ポイント。ファンタ14番。成功です。姫路独協大学25点、大阪商業大学14点です。姫路独協大学のキックオフ、キッカー14番。大阪商業大学の攻撃、自陣41ヤードよりパークダウン10です。まだ後ほど何パス成功です。ターゲット4、失礼しました、先ほどのパスは失敗でセカンドダウン10です。
ス成功です。ターゲット1番大阪商業大学の攻撃、敵陣25ヤード付近よりファーストダウン10です。パス成功です。ターゲット43番大阪商業大学の攻撃、ゴール前8ヤードよりファーストダウン10です。パス失敗です。セカンドダウン残り8ヤード、ファンブルになり攻守交代です。清水独協大学の攻撃、自陣8ヤードよりファーストダウン10です。状況見ろ、キャリア14番セカンドダウン残りインチ、高いしよ、割れてないし、パスだから気にしたら切れない、パス失敗です。ターゲット24番、サードダウンインチ、だから今まさにこっち先みたいに入らなかったでしょうから、ちょっと広げて動きやすいように先頭、だから外からフォースダウン残り2ヤード、スタントフォーメーション、サンター14番大阪商業大学の攻撃、敵陣35ヤード付近よりファーストダウン10です。さあ、リア。セカンドダウンテン。残り6ヤード、パス成功です。フォースダウンショート、大阪商業大学の攻撃、敵陣14ヤードよりファーストダウン10です。パス失敗です。清水独協大学にインターフェアの反則がありまして、ゴール前5ヤードよりファーストダウンです。セカンドダウンショートです。インチです。立ち直りです。先ほどタッチダウンがありまして、トライフォーポイントです。キッカー28番成功です。大阪商業大学21点、清水独協大学25点です。
大阪商業大学のキックオフ、キッカー28番リターナー24番です。清水独協大学の攻撃、自陣30ヤード付近よりファーストダウン10です。指濡れてないからね、こっちサイド左しか見てへんから、ま、で、マータにな立ち位置がちょっと遠いから近づけてもええって言おう。パス失敗です。大丈夫、やめなきゃ、パスが下がった時にバックランも飛べるのでセカンドダウン10。いやー、やってるパスやった。パス失敗です。右から漏れとったぞ。スタートダウン10です。パスが失敗です。パス成功です。ターゲット6番清水独協大学の攻撃、敵陣38ヤードよりファーストダウン10です。キャリア9番セカンドダウン残り8ヤード。ターゲット10番成功です。清水独協大学の攻撃、敵陣27ヤードよりファーストダウン10です。セカンドダウン残り1ヤード。パス失敗です。サードダウン残り1ヤード。キャリア9番です。清水独協大学の攻撃、敵陣15ヤードよりファーストダウン10です。キャリア14番。セカンドダウン残り9ヤード。9番、清水独協大学の攻撃、ゴール前4ヤードよりファーストダウンです。タッチダウンです。キャリア14番。トライ4ポイント。成功です。姫路独協大学32点、大阪商業大学21点です。姫路独協大学のキックオフ、キッカー14番。あとで続き読んで、大阪商業大学の攻撃、自陣48ヤードよりファーストダウン10です。
第4クォーター開始です。セカンドダウン残り7ヤードです。サードダウン残り7ヤード。キャリア90番です。大阪商業大学の攻撃、敵陣48ヤードよりファーストダウン10です。セカンドダウン10です。サードダウンショートです。大阪商業大学の攻撃、敵陣36ヤードよりファーストダウン10です。セカンドダウン残り8ヤード。パス失敗です。サードダウン残り8ヤード。インターセプトです。16番姫路独協大学のインターセプトにより攻守交代です。姫路独協大学の攻撃、自陣30ヤード付近よりファーストダウン10です。セカンドダウン10です。あれだけ打ち合わせしとったら分かる。キャリア14番プロと打ったらサードダウン残り12ヤード。だからそれだったら腹にも抱えて持ってしまうかな。で、簡易的にはええから、あれ、上手に持って近づいてもええから、な、入れさせる。残り14ヤード、フォーメーション、スタートは14。ナイス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 。大阪商業大学の攻撃、自陣40ヤード付近より、ファーストダウン10です。ハンブル。ハンブルより攻守交代です。ゆっくりゆっくり見ながら行ったらいいかな。ハンブルにより攻守交代です。姫路独協大学の攻撃、敵陣43ヤード付近よりファーストダウン10です。ゆっくり周り見ながらな。パス失敗です。ターゲット10番。セカンドダウン10です。サードダウン10です。ハンブル発生です。
交代です。大阪商業大学の攻撃、自陣47ヤード付近よりファーストダウン10です。大阪商業大学の攻撃、敵陣40ヤードよりファーストダウン10です。セカンドダウン残り8ヤード。試合終了まで残り1分20秒です。サードダウン、ショート、即発生です。大阪商業大学にパーソナルファイルの発生があり、15ヤードバッターしてサードダウン、敵陣45ヤードよりファーストダウンです。成功です。ターゲット45番です。フォースダウン、フォースダウン残り4ヤード。パス失敗です。独協大学の攻撃、自陣30ヤードよりファーストダウンです。セカンドダウン残り9ヤード。パス失敗です。サードダウン残り9ヤード。キャリア14番です。フォースダウン残り2ヤード。試合終了です。試合終了時間4時10分、姫路独協大学32点、大阪商業大学21点で、ちょっと待って。